こんにちは山下大輝です今日朗読するのは桜く飯尾さんの「猫だけがその恋を知っているかもしれない」「海と山に囲まれ猫がたくさんいる」とある町が舞台の恋愛連作短編集です。憧れの年上女性に失恋した大学生の渡る大切な恋人の不在にもがき続けている会社員の知先。 苦しくて切なくてでも時々うんと幸せで諦められないそんな大人たちの痛くて優しい物語ですそれでは始めますおせっかいを焼くのは暇だからだこの街は 安全安心、そして快適である。食事に困ることはないし、寝床は至るところにあるし、住んでいる人間たちはみんな僕らに従順だ。どうやら人間は僕らの下僕らしい。その代わり、暇すぎて息をする以外にやることがない。僕の自慢の尻尾も退屈そうに揺れている。 だから僕らは「暇つぶし」に精を出す最近新しい人間が増えたよなちょうど満開になった桜の木の下から空を見上げて僕はつぶやくこの季節は気を抜くとすぐにまぶたが重くなってくる暇だし。